すごいね。今日はね、ちょっとね、ブルックリンに来ました。でね、この街めっちゃ面白いのよ。この街ね、チャリの街なの。じゃーん、見てこれ。この鍵入れて、えい、めっちゃチャリフレンリーなのよ、この街。だってチャリレーンもあってさ、チャリは電動じゃないんだけど、弟のお家にお邪魔しようぜ。ね、みんなとお話ししたかったことがあったんですよ。シャリの乗りながら話すのって結構難しいね。これこの間のちょっと丸バツのビデオでも話したんだけど、なんかさ、俺たちってなんか常にやってないといけないって感じてる人っていないかな。まあ例えばさね、まあ学生の時だったらなんか宿題が終わってないと遊べないから、常になんかやりたくないことがいつもある。まあ僕の場合はね、小学校の時に日記を書いてたんだけど、僕2年間さ遅れてたわけよ、日記。なので小学3年生4年生とか5年生になってもさ、2年分の日記を書かないといけないっていう、なんかマジやばいっていうのがあって、で常になんか小学校の時もリラックスできなかったんだよね。で大人になって、いやその会社で働いたりしてると、なんか週末でもなんかこれやらないとやばいとか、なんか常にメールを見てて怖くなっちゃってて、なんか絶対今やばいから絶対やらないといけないことがあるだろうって思ってんので、その時に思いついたのよ。あら、まあこれって丸罰感覚の感じから来てるんじゃないかってね。なんか常に何かをしないと罰になっちゃうって僕は思ってるんだって本当に気づいたんだよね。今日のビデオはその丸罰感覚を外していく楽になる方法なんだけど、ちょっと見てこれ。はい、バイ。あれ見える？あれがバイクドックなのよ。そこでバイクを落とせんの。ちょっと見てこれ、マジさ、マジ見てこれ、なんだこの穴は、すげえな。まあね、ポイントはさ、なんか常に僕たちってなんかしないと、なんかやらないと悪いことが起こるって思ってないから、なんか常に朝起きたらやべえ、なんか悪いことが起こってんじゃないか、なんかやらないとって、でその何かをするから恐怖がなくなるっていうことなんだよね。もうね、俺ちょっとね10時からミーティングがあって、今10時4分で弟と遅れてんのよ。ちょっと最初弟とミーティングして、 Let's continue the video。Justin, I'm here. NASA, baby. あ、ちなみにさ、よくね、NASA シャツどこで買うんですかって言われるんですけれども、じゃーん、ここです。ふぅー、いいっしょ。ターゲットで買ってます。今リン・トゥイストさんっていう方の勉強してて、このバックミニスター・フラーっていう人がいらっしゃるわけよ、このおじさんね。で彼はフューチュリスト、まあ科学者でもあるんだけど、彼が言ってたのは、この人類がやっと、なんていうのかな、この100年近くでやっと物が足りるようになったって言ってるのね。
もう今機械とかもう本当に時代が進化して、ね、みんなが意識をしたら物は全然足りるよって言ってるわけよ、ね、例えばお食事とか住む場所とか、ね、こんなにテクノロジーが進展するからもうあの間に合うぐらいあるんだよって。でこれ世界で初めて今この時代に入ったって言ってるんだよね。でももちろん、まあ、システムがまだそこに追いついてないよね。なんかやらないと悪いことになる。なんか誰かからもらわないと僕たちが悪いことになっちゃう。でも今じゃあ実はそうじゃないと。もう物は足りるし。で、あともう一ついい質問は、どこまで物を欲しいのっていうことなんだよね。まあアメリカでよくあるのは、まあ成功っていう感じで、どこまで成功したいのか。ね。成功してもまだ足りないって思う人がいっぱいいるんだよね。ごめん、ちょっとね、カメラが熱くなっちゃってね、冷蔵庫に入れてた。まあね、ポイントは、例えば、ね、これ本当にアメリカでよくあるんだけど、成功するじゃん。ね。で、成功しても、心がまだ物足りないって思ってるんだって。だからもっと物を欲しくなる。もっとお金が欲しくなる。もっと大きいものを欲しくなる。ね。例えばね、これ面白いんだよ。給料30万円の人と、給料100万円の人がいるじゃん。二人とも、あと 10% 給料があれば足りるって思ってるんだよね。どういうことかっていうと、30万もらってても、もらってるより使っちゃうんだよね。例えば、ね、自分の月収が30万から100万円に上がりましたと。で、すると、絶対、いや、もう100万円入ってきたから、もっと広いアパート借りるわって思うわけよ。で、今度、それになれると足りないって思って、で、この足りないっていうのは、ね、心の問題だと思う。はい、すいません、ちょっとねミーティングが終わって、でね、今夜はね、おお、この景色やばいね。で、さっきのポイントなんだけど、やっぱり俺たちは、おー、猫。へい、猫。元気かい？元気そうやな。なあ。なあ、君。ちょっとね、試していただきたいのは、なんか俺今仕事しないといけない。なんかやらないといけないと思った時に、今幸せになればいいんだ。え、今をエンジョイしようって。もう足りてるんだ。もう大丈夫なんだって。で、そうしていくと、その恐怖が来てるから行動するっていう感じじゃなくて、ワクワクするから行動するっていうように変わっていくんだよね。どうしても人生って恐怖から来てると結果が悪くなっちゃうんだよ。本当に本当に。で、ワクワクすることからいくと、それは楽しいハートのエネルギー、心につながってるからね、幸せな結果になってくるわけよ、ね。怖いなって思う。怖いなって思ってて行動を取る。Alright, 猫。Come on, buddy. Get inside. おへり、おへり。Alright, じゃあちょっとね、オペラに行きましょう、オペラに。お母さんです。
今日はバイクで頑張ります。はい、なんか80マイル行きたいって。50か、50マイルが80キロなんだよね。いやいや結構っすよって。母ちゃん強いやろ、うん、母ちゃんなんか言って。頑張ります。へえ。ナイス。どうする。ファイン。What? Hey, ごめんね、ちょっとブロードウェイ行ったんだけどちょっと遅れてて撮影全然できなくて、でそのまま次の日もなっちゃって、でヤンキーズのゲーム見に行って、まあどうなったかっていうと、すっごい僕猫アレルギーでね、の顔が満々で、このビデオのポイントなんだけどね、2つあるわけよ。1つは何かをしないとやばいことが起きるって思っている習慣がある。でこの解決法っていうか、クリスなりの解決法は2つあって、1つはもし僕が何かしないといけないぞっていう恐怖、朝起きてうわやばいことが起こる、何かやらないといけないぞっていう風になったら、何をするかというと僕は幸せを感じるのね。何をしないといけないのって言ったら、それをやった後に手に入れられるものをもう先に入れちゃうわけよ。なぜかというと、正直言って何かやらないと幸せになれないっていうのは、まあ普通の場合は大体嘘だと思うんだよね。この世の中はね、みんなが考え方を変えていったら全部みんなに足りるわけよ、ね、まあ水は分かんないけどね、水と植物はね、中国とかいっぱい、インドとか人がいっぱいいるから分かんないんだけど、でも正直言って多分俺たちめっちゃ頭よくいいから、人間ってめっちゃ仲間として考えたら、みんなにも水が足りる、食事が足りる、洋服も足りるっていう世界になれるわけよ。テクノロジーとして、人類はそういうテクノロジーの進化を手に入れたんだよね。使えるわけよ。でもこうやってお金が入っててももっと欲しいね、まだ自分には足りないっていう考え方を外していって、あもう大丈夫なんだって、足りてるんだっていう考え方にちょっとスイッチしていくとすっごい楽になるんだよね。で本当に今の世の中はそういう考えを持っている人たちが必要になってくると思うんだよね。その自分に物足りないから成功したいじゃなくて、いや僕はもう大丈夫で、みんなが OK になるために、それがみんなが幸せになるっていうのが成功なんだよって思ってるリーダーが本当にこれからの時代にはめっちゃ必要になってくると思うんだよね。Right? すっごいポイントはね、人類としては僕たち頑張って力を合わせてやったらみんなに足りるものを作れるんだよね。お金も足りるし、住む場所も足りるし、仕事も足りるし、でもう一つ、なんかしないと悪いことが起きるぞっていうのは多分癖だと思うから、もしそういう恐怖が入ってきたら、ちょっとそれをもう本当にね、3秒だけでもいいから止めてみて、深呼吸して、今幸せになっていい、そこの努力をしようぜ、幸せになるっていう努力をするのもすっごいいいと思うんだよね。 Alright, ちょっとねビデオね、長くなっちゃったんだけど、これがニューヨークからのメッセージです。 Alright you guys, I love you guys。 このビデオが好きだったらぜひ LIKE を押してチャンネル登録していただければ幸いです。 Alright guys, I'll see you guys back in Japan. I love you. Woohoo! Jenny! にゃーとか言って、にゃー